お話ありがとうございました。体調大丈夫です。治りました。ご 心配をおかけしました。お疲れ様です。草尾さん、金のハートありがとうございます。どうもー。こんばんは。もうお家です。帰宅。ここ配信が終わった瞬間のうちは配信始まった。特大のここ。ここ17ポーズ反対だった。こういうこと？のんちゃん、のんちゃん、可愛すぎた。お疲れ様。お疲れ様。ありがとうございました。変な尿だよ。あ、ね、変やの。どうも。横浜で飲んでるのか。どうですか？私はじゃがりこを食べます。こちらこそいっぱいお話できて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。 失敗した、飽きるの。お話会行きたかった。またお待ちしてます。まだパシ横、パチ横。誰が今やってるんだろう、話し会。好きだっちゃありがとね。そう、好きだっちゃちゃんと言えた。それ失敗するの初めてみたい。え、結構失敗するよ。なんかこれが失敗する確率みたいになってる。なんちゃん爆笑芸人にならないで、ね、そんなだけ爆笑芸人みたいになっちゃったね。ゼルプーさん、ハートありがとうございます。みずみんが遅い部なのか。なるほど。のんちゃん近くで見たら顔グレープフルーツくらいの大きさだってよ。さすがにそれはない。ゼルプーさん、ハート100個ありがとうございます。うん、喉全然大丈夫です。のんちゃんリアルで見たら思った以上に可愛くてびっくりした。前もあったじゃん。みずみんに会いに行ってきます。いってらっしゃい。かわいいの塊って叫びそうになった。叫ばなかったけど、叫んではなかったね。ゆきたんは見れてないんだけど、えりちゃんのメイドは見れました。おいしい、久しぶりに食べた。ね、会えてよかった。今日、明日もよろしくお願いします。明日はおしましできます。リアルでもオンラインと同じテンション上げ上げで言ってよね。テンション上げ上げ。仕事入ると思って取らなかったの後悔してる。じゃあ次のお話し会行こうよ。下川みなさん優勝ありがとうございます。ラーメン屋、またラーメン屋。ちょっと美味しそうなのあったら教えて。うん、内心写真エリちゃんに撮ってもらった。お待ちください。じゃがりこはサラダが好きだけど最近迷ってる。
食べたい。でも私も食べたいなって思って、買っちゃった買っちゃった。ちゃんぽん、明日は控えめにお話ししに行くねだってお待ちしてます。明日はのんの機嫌損ねない程度にレーンに並びますだって。じゃあ永遠に並んでもらおう、いなくなった瞬間ってやるわこうやってはぁーってまだ8分までパシフィック、あ、ラスト、今ラスト。また明日もよろしくね。ハンバーグ大好き、ラーメン大好き。ゴールデンウィーク、ハッシュタグゴールデンウィーク満喫をつけて20時まで配信してるとパンダさんが来てくれるかもよ。パンダさん、なんでパンダさん。そう、ちゃんぽん、同じカップラーメンお家にあるんだ。うん、マジ美味しくないこれ。お宅のみんな今日はありがとう、ここで言うなネクタイあれわざと緩ませてた。なんかキツキツにやるとなんかね首締まって見えたから、ゆるくやった。あの制服が邪魔をするのリボンのやつみたいにゆるめにやりました。アート部は見てないです見てないです。ね、めっちゃ楽しかった、ありがとうございます。ケビンビンさん、アルマありがとうございます。78で終了か、ん ?8 で終了か。写真使えてもらえたから直接お礼言いたかったのに、お借りしました。逆にお借りしましたそう、あれめっちゃ写りいいと思って使わせてもらいましたなんかあと元気だよっていうのが伝わるかなと思って。ゴールデンウィークキャンペーンでパンダさん、うん、吉見さん、あのゴールデンダルマだって、ありがとうございます。そう、ジャンポン美味しい。思ってたより時間かかってそんなループできなかった。でも結構してくれたよ、ムームー連番に気づいてくれたし。いや、なんかそこまで考えてやってくれてたんだと思って言われたから気づいた。あ、本当だと思ってね。だってさ、ランキングもさあれでしょ、わざとやれムームーペアでなんか並んだんでしょ次からちゃんとねそこら辺も見ながらやろうかなと思いますドロンコ相撲大会変な、なんだそれ今日はのんちゃんとのんちゃんファンの方にたくさんお会いして嬉しかったな。そう、あとなんかさ違うレーンにいるときにさ、後で行くねって呼んでくれて面白かった。メンバーレーン通路、エリちゃんのんちゃんいちゃん来てくれた、嬉しか、すごかった。いや、すごかったそう、エリちゃんとアイちゃんと一緒にいたから、一緒にいましたね。のぞみさんの貯金欲しいです、あげませんなんならゴールデンダルマ投げるとだ、アバターもらえるって本当それなって思う。うん、私ゴールデンウィークイベント行って友達と会って友達と会ってフェスのリハやって、フェスお話し会ですね。のんちゃんの笑顔をお借りしました、いっぱい貸しますね、あの連番びっくりした。そりゃのんちゃんが楽しんでくれるならやりますよだってあまり話せなかったのでまたノンオタの皆様よろしくお願いします。
仲良くしてあげてくださいみんなでしたハンバーグ思い出ね、びっくりした。なんかせーのって言うから何言うんだろうと思ったらハンバーグって言いだしていやそれかと思って、そう急に何を言い出すんだと思ったらハンバーグだったね、最後のハンバーグ楽しかった、ありがとうございます。周りの人からしたらハンバーグ大好きってなるだろうけど楽しかったです、今日会えて嬉しかったです。のちゃん可愛すぎだよ、ありがとうございます。わざわざね、楽しかった。ハンバーグで終わるのがルールなので、確かにルールなのか分かんないけどのんちゃんの瞳しか勝たなかったそうだから明日どれだけ人来てくれるかなっていうのだけ心配ではあるけど、お話はしなくてもあのレーンの前で構ってくださいあれの人はあ、ん？ってなるよねそれは、まあ、それ含めねのんちゃん海外なのであのね不思議な行動をしますひにょりありがとうございます。そうみんなに見せたいなと思ってたから、自分で作れるかわからないけどへにょこやる気が出たらやります、かっこいつやるかわからない明日も行くようだって待ってます。明日はおしまし使いますね、初めての対面。え、なんだろうね、私あれなんですよ、前も言ったかな、名前より顔先に覚えるんですよ。そうだから顔はわかる絶対って感じの謎の自信があった名前はそうなんか名札つけてくれたり、そう結構なんかしてくださったし、あともう素直にそう聞いたら教えてくれたからそうよかった、ちょっと頑張って私も覚えないとなって思いましたね、名前の覚えが悪いからそれだけ頑張ります。なので覚えてほしいよって方はぜひ名札をよろしくお願いしますたくさん金のハートありがとうございます。のんちゃん海外じゃない、そう海外になっちゃった、海来海わかんないすごい I love you だって。チロリンさん優勝ありがとうございます。発声練習しておきますだってハバちゃん金のじゃない金のって言い過ぎてわかんなかった。虹色の星ありがとうございます。名前呼ばれてびっくりした呼びました。名前言ったら私結構言われたらわかると思う。そうだからこういうコメントしましたとか今日いっぱいいたし、それで結構わかったりしましたよ。そうだからなんだろう、名前でわかってもらえないって思ったら多分ね、なんか私が爆笑してたコメントとか自分のねそういうこれ書いた人ですとか言ったら意外とわかるかもしれない。今度は名札持ってこう今日は明日お仕事だったから来月よろしくお願いします名乗らなくてものんちゃんに分かられてる自信しかない。そりゃ分かるよケンビンビンさん、雲だってやばい、熊のキューピッドありがとうございます。誰だれ君は誰だ全部歌えないっていう。覚えてほしいから明日も名札つけていくね、ムーさんムーさんじゃなくてムーさん
界隈か。今日で名前覚えてもらえたかしら。覚えました。ムーさんとムーさんプーさんとプーさんみたいな言ってる気分。プーさんとプーさんみたいな、あの何イントネーションっていうか、なんか似てないキモですか。かしこまりましたやったー、ババちゃん金のタコありがとうございます。金のタワーありがとうございますそんなものはないって。あ、金閣寺があった嘘だよ嘘だよ。そら、まだアリス買ってないからいろいろ見て買おうと思います。来月がアリスですね。あ、自己紹介でも全然大丈夫ですよ。そう、わざわざ名札作らなくて。話し会ありがとうございました。のんちゃんが今日も可愛かった、よかったそう、なんか今日ねメイクちょっとねうまくいかなかった、やばい時間がと思ってそしたら結構ねあれだったからよかったおかんおいしいさん、金のキューピッドありがとうございます。予算かな、予算ん、なんて読むんだろう。金のハートありがとうございます。生で見たの初めてだった。どうですか、どうでしたかT シャツ着てたら私が畠山だよ。違うよ、私が畠山だよオンラインしか買ってないから頑張って覚えてね。頑張って覚えます。そんなの言っちゃうの、だって怖いよ。私も神って書いておくよ。水見レーンに来ちゃった、楽しんできな入れてます、昨日と一緒。なんか乾燥しづらいやつタワーそう、えらい綺麗にこけてるでしょ。最近ね、私あるやり方を見つけたの、前も言った気がするけど、最近のアイラインのやり方が、私黒のアイライナー使うんですけど、黒じゃなくて最初になんか ベージュじゃないけど、なんかミルクティーベージュっぽい色でやれば、なんだろう、言うて目立たないから、日本人のあれ的に、肌色的に黒ほどなんか目立ちはしないから、これで下書きして、あの目尻のとこだけこれであの隙間とか埋めて、黒で私隙間埋めるの苦手だから、目尻だけこれでビッてやってる、下書きしてるから綺麗に引けますぶっちゃけこれ失敗してもあんま分かんないからいいかなと思ってペペってやってるおやいさん、だるまありがとうございます。明日行きますね、お待ちしてます。いっぱい話そうね。制服可愛かったよ、よかった。そう、なんかね、話すのに必死になっちゃってね、あれだったけど、そう、なんか制服に触れるか触れないかみたいなのんちゃん楽しかったよ、やっとお話できた。そう、よかった、ありがとうございましたのんちゃん小顔すぎてよく見えなかったよ。見えてたよ私は瀬戸もげたさん、ハートありがとうございます。私もアリスそろそろ買います。ちしゃ猫も、ちしゃ猫ペアでもね、コロナ前は握手もしてたからさ、ね、何分もずっと握手しながら喋るってこと？イベント系に行ったことがないからあんま分かんないけど、そういうことだよね。斉藤もげたさん、ハート100個ありがとうございます。ケビンビンさん、んケビンビンさん、すいません、名前間違えてしまった音符ありがとうございます。
ね、そこの偽物さん、早く私と入れ替わろうよ。やだ、怖い。私が本物だ。私のアバターを見てごらん。アンコール衣装の畠山のぞみがいるよ。見えるかな、みんなの画面で。これが私だ。本物だ。なるほど、参考になる。本当になってる。200日記念は誰かが金のタワー投げるって聞きました。お？みんなの負担が。フォローしました。ありがとうございます。みんな研究所の ID カードのんちゃんのあるはずなんだけど、どこ行ったかな。ちょっと頑張って探して。ハサミさんみたいな、なんか、探し物が出てくる方法っていうのを私、なんか試したりする。一回ガチで出てきてびっくりした。2日目のんちゃんアリスで私勝手にちっちゃ猫やろうとしてますよ。え、全然いいよ、やろうやろう。やろうよ。そうだよ、終わってからみんな検証員になるんだよ。だってみずみんライン行ってきた。お疲れさ、お疲れ様なのかわかんないけど、楽しかった。のんちゃん、あいつま、また今度ねって話したいね。そう、話そう。見えないかな。だって見えないの私だけなんだ。私だけしか見えないのか。明日の件おしまししてのんちゃんの枚数増やしたよ。だってやっとやったー、いっぱい話せる。お待ちしてます、このかちゃん。ね、揃い部も応募始まったんだっけ。ジロニーさん、虹色の星ありがとうございます。小賀健さん、金のだるまありがとうございます。なんて呼んだらいいんだろう。チューチューさん。こんばんは、初見ありがとうございます。来月記憶にない2日目も買ってたから買い足そうかなと。やっちゃやっちゃ。1日目は私アリスがいいですかね。一応マットハッターかウサギって手段もあります。でもひにゃねはアリス似合いそうだから一回見せてほしい。見せてほしいな。10枚くらいだって。いや、まあまあ10枚ですかね、やっぱ。明日ものんちゃんとこ行く。お待ちしてます。アスカちゃんのやつ応募できなかった。ちくしょう。私さ、会場向かってる間ずっとスマホとにらめっこして、私のスマホの充電 30% なくなった。結局応募できなかったけど。まあそれもいい思い出ですね。友達と頑張ったんですけど無理でした。ムロさん、こんばんは、初見ありがとうございます。いや、なんかエリちゃんのご飯すごかったよ。なんかチオリさんので見ました。ね、もう配信で見よう、一緒に。いやね、もう本当にショック。見たかった。いや、まあ100枚嬉しいんだけど、やっぱね、そう。そんなの言われちゃったらアリスやります。なんなら金髪にするぐらいの勢いでガチアリスします。だってめっちゃ燃えてるやん。なら私はアリスに出てくるイモムシのコスプレをしてきます。だってイモムシ出てきたっけ。あれか、あのお花畑のやつかな。一郎くん、こんばんは。こんばんは、初見ありがとうございます。福神さん、はじめまして、初見ありがとうございます。今日話してさ、のんちゃんモチベ爆上がりしたの。爆上がり。え、でもなんかそういうのあるよね。実際会ってみて話してさらに好きになるとかさ。私の場合、あの秋葉にあったさ、原神のやつ見てなんかめっちゃ好きになったし、改めて。なんかあるよね、そういうの。そう、楽天チケットが開けなくて、なんか最初なんか なんだっけ、なんかさっきあったの、コメントに。あ、違う、なんか
最初なんかよくわかんないのが出てきて、でなんか何回か押してたら、ただいまなんかサーバーが混み合ってるためみたいなのが出てきて、もうずっとそれとの戦い、私を入れてってやってましたね。そうだからね、悲しい。なんか言ったっけ、あのちょっと前にマツパをしたんですよ。でそこの店員さんも乃木坂が好きで、そうどうなんですかねって話してたから、めっちゃ悔しい悔しいです。今日のハイライトはピカチュウがいたことですね。ピカチュウがいたよ黒髪アリスね、大丈夫、私も黒髪アリスだから金髪にならない吉しゆさん、だるまありがとうございます。好きのだるま、アリスさん見届けないといけない気もする。全部見届けてほしいなって思ってたり、うんうん大阪行きたい、私大阪にね食べてみたいラーメンあるの、なんかめっちゃ美味しそうなのあった。ひねね虹色の橋ありがとうございます。東京までの交通費払うの考えるとオンライン、確かにそっちの方がいっぱい話せるもんね。列に連続してお客さんが、ま、待っててやってくるの初じゃない。なんかあの撮影会でやりはしたんですけど、話しはできなかったから、まあそういう意味では初かもしれない。ピカチュウ見たんだって、ピカチュウなんていたんだね、ピカチュウ誰がやってたんだろうね流星さんハートありがとうございます。100個なんかコップに入ってるやつ、あとね、なんかめっちゃ美味しそうなのあった。なんか忘れたけど、なんかちょっとお高そうではある。なんかもう見た目からしてね、誰もが好きそうなラーメンだった。今度伸びたラーメン持っていくわ、任せて。伸びないで、やだやだやだ。伸びたラーメンじゃない、普通のちょうだい。ぬおだった、進化前置いてしまった、だって。ケミンビンさん優勝ありがとうございます。そうそう、梅田のやつ、そうそれそれやそう美味しそうでさ、あれそうなんかね、量のこと考えたらどうなんだろうって思いはするけど、普通に美味しそうで食べてみたい。こんばんは、ポケモン GO は昔やってました。でもあのスマホこれじゃなくて、あの本当に私スマホを持って初期の頃の、あのあんまギガなしのあれだったから、結局やめちゃったやってはいました。そうラーメン大好き、あそこめっちゃ並んでる、平日でも並んででもいいから食べたい、めっちゃ美味しそうだあとさ、あの池袋とかあれにあるかな、あのボンゴってやつ、あれ気になる。でもさ、おにぎり高いんだよ高いけど気になる、美味しそう。元気ですあれ美味しそう、めっちゃ。このかちゃん金のハートありがとうございます。うん、いやめっちゃ美味しそうで、食った電車の中なので音出せない、超美味しかった。ねえ食べたい、私も連れてって私も連れてって欲しかったなフォー食べたことある、なんだっけ、なんか聞いたことある気がする、見ればわかるかな。高いの美味しい、高くてまずかったら泣けてくるよね、ラーメンの話してたからもうちゃんぽんどんどん食べたくなってきちゃったよ。うん、ベトナムの麺料理かなんだっけ、調べとくね後でのんちゃんも美味しそうにもぐもぐしてるじゃん、ラーメンが食べたいの、ラーメンが食べたい
ハローハロー。昨日番号の前を21時くらいに通ったけど、30人ってもうあれやん、めっちゃいいんじゃん。お話し会で説教されなかったの？されてないよ。されませんでした。大丈夫だった。まさきんのハートありがとうございます。こってり好き、こってり好き、あっさりよりかは家系が好き。味噌ラーメンが好きです。味噌か醤油かな基本。でもカップスターは塩ラーメンが好き。のんちゃんは説教してない。100枚出して説教する人はいなかったか、いませんでした。説教したくても可愛くてできない。やっとよかった。のんちゃんが説教されないか不安で眠れなかった。実際何時間寝た？みずみに私だけを見ていてねって圧かけられました。気づいてんだよあれって。新発売のズバーンの家系、美味しそう。天下一品食べたことないです。レイレイさん、昨日はありがとうございます。家系ラーメン美味しい。ジャンクフード好きです。のんちゃんから説教を受けるために100枚取った人いましたか？いませんでしたよ。いませんでしたよ。のんちゃんに説教する要素がなさすぎる。それわかんないけど、それならよかった。家系が好き、味噌と醤油どっちやねん。え、なんだろう、ジャンルだと味噌じゃない、あの家系が好きで、あの店舗とかで食べるなら、お家とかであのインスタントラーメン作るなら味噌とか醤油が好きです。伝わる？これなんか家で家系ラーメンを作るのってちょっと大変じゃん。でもインスタントってさ、なんかあの粉入れればいいだけだからさ、楽じゃん。そう、なんか外食でラーメンを食べるなら家系がよくて、家で食べるならそう味噌味とか醤油のでいいかなって思ってる。のぞみ、もともと昨日稲研究所、そう喉痛めちゃってもう大丈夫なんですけど、大丈夫っていうか何、なんかたまに変なあれはなるけど、声裏返ったり。そう、昨日よりかは大丈夫になりました。のんちゃん、おたにそんな人いません、面白い人だけです。そう、みんな面白いよ。釣ってください。プロペラダンス。ボーン、釣れたぜ。のんちゃんに説教、私説教したくないよ。インスタントのスーパーカップ、私めっちゃ食べます。家系やのに家で作れない。いや、やっぱなんかさね。そう、なんかショールームしてる時もちょっと痛くて、どうしようかなと思って、私がスマホに近づいてなんかやってたのは、あのマネージャーさんに連絡してました。そう、なんかどうしようと思って、万が一があったら。しかも昨日さ、あの4人中私以外選抜のお仕事あったからさ、そう映したら大変なことになっちゃうから、そうどうしようと思って一応 PCR 検査してきました。私に説教することなんてないもんね。ねえ。今日のチケットあったのに行けなかった。のんちゃんに相手人生でした。あれ、なんか今日行けなくてもあれ押し増しで使えないのかな。使えない。冷凍ラーメンは私買ったことないや。のんちゃんが健康でよかった。そう、なんか喉が痛いっ
ていう痛いんじゃなくてなんかいるみたいな、なんか変なさ違和感があっただけで、痛いとかそういうのじゃない、なんかあるみたいな、そのなんか言葉で表せられないけど痛いじゃないから、そう全然大丈夫です。当日限りなのか、残念。昨日のショールームの笑い声がいつもより低かった気がする。わかんない、私なんか自分の笑い声そんな聞いてないから。そうだった、そうなんか今日聞いた話だと、あのフェスの時もなんかいつもと声が違かったって言われました。どうだったんだろう、私もなんかさ風邪じゃないけど風邪気味の時ってなんか耳とかもさあれじゃない、なんか詰まるって言ったらいいのか分かんないけど、なんか聞こえ方変わらない、ちょっとこうさだよね、分かんない、まだいるのこうさ分かんない、でもこうさじゃないと思うんだよね、痛いとかじゃなくて本当にあれみたいな、ありがたいねえにそことなく圧を感じるちょっと男子みたいな言い方しちゃうなって思う最近なんかちょっとみたいな、掃除してよって言いそうなイントネーションで言っちゃう。味覚全然大丈夫、じゃがりこの味しますソロの時声出にくかった、いやなんか元から出にくいからそこら辺は分からないんだけどそうなんかねあれなんですよ、防波堤はギリ音程あの気が合ってたから出たんだけど、大声が自分の出る限界の気よりちょっと低くて、そう未だにあれ出ないんですよね。それが練習はしてんだけどマイクが次は拾ってくれなくて、そことの戦いが始まってます。頑張ってます一応、結局声拾ってもらえなかったけどちょっとずつ頑張ってます。まつげ濃く見える？私昨日と塗り方変えてないよ、マスカラ調子の問題かなこの赤ちゃん虹色の星ありがとうございます。あ、気温の変化も絶対ありますね、絶対それだ。そうなんか乾燥してたのかね、結局わかんないけど、なんかさ、そう何人かの人たちがさ集まったりしてるの見てさ、私もそっちに行きたいって思いながら見てました。なんかね、友達に会いたいそう LINE もあんましてないからさ最近、会いたいよ行きたかった。アイドルやめて混ざる、だってそしたら私の集まりする意味がなくなっちゃう今日はビューラー弱めた感じ。あ、でもビューラーっていうかホットビューラーの電池切れてあれでしたオタク複数人で話せたらね、なんかなんていうの、良くも悪くも何言ってるかわからなそうな、情報量が多そうですね。ホットビューラーはなんだろう、挟むビューラーじゃなくて、あるかな、これか、これ電池つけて、ちょっと今も電池切れてるからあれだけど、つけてこれで当てて、あの熱で上に上げていくやつです。
ットビューラーは。みんなが想像するのは挟むやつ。お姫様として丁寧に扱いますだって丁寧に扱ってください。いつもライターで炙ってる。そう、ライターっていう方法もあるよね。でもなんかいちいちやるのめんどくさいなって思っちゃって。あと私右目が一重なので、そうビューラーだとちょっと難しくて、挟む方だと上がりはするんだけど、なんかギュンって上がっちゃって、あんまなんか見栄えが良くなかったからホットビューラー使ってます。まつげアイロンみたいな、まあそうですね、そんな感じだ。のんちゃん混ざったら笑いたいなさそう。どうだろうよし、のんちゃん飲みに行くか。オレンジジュースいっぱい要はのんちゃん透明人間となって、みんなの会話内容を聞きたいのよね。まあ聞いてみたいね。透明になる必要はないと思うけど。ただいま練習公演申し込み、そうしてね、みんなキャン待ち、キャン待ちキャン待ち込みでやってねって言ったけど、まぶたに触れ、いや熱いです、熱いから、そうなんか温度見ながらやってます。なんかここが温まるとピンクになるんだけど、完全にピンクになった時には個人的には私結構熱いなって思うから、手でこうやってやって、あもういけるわってなったらもう上げちゃってます。ここがピンクになってなくても、なんか完全にピンクになってから始めるとガチで後半熱くて、あっつーってなんの高いの？普通のビューラーよりは高いけど、電池変えればとか考えたら2000円ぐらい安くて、そんぐらいでした。ドライヤー、そうそれやってました。私もビューラーをドライヤーでうわーって温めてからやってた時もあった。私以外の女子みんなオレンジジュースで泣いちゃった。じゃあママちゃんはあのオレンジジュースにあのお酒混ぜよ危ないっていうよりかは、なんだろう、温度調整は自分でした方がいいよっていう感じ。あのヘアアイロンと一緒ですね。なんだろう、熱いっちゃ熱いよみたいな金のオレンジジュース、銀のオレンジジュース、金のオレンジジュースがいいな金箔入り。ん？ね、そう、いや、やけどしたら大変なので、みなちゃん、みなちゃんだって、みなちゃんお気をつけくだちゃいめっちゃバカにしてるみたいな。ビューラーマジでずっと温めてる。そう、なんかでも私後半温めてなかった、めんどくさくて、カチカチカチってやってましたね。ハマちゃんあれでもノンアルなのにだって次はアルコール入りますだって。アイロンやけどしたことあって、これ私もやけどしたことあるんですよ。アイロンビーズやってた時にたまたま足に当たっちゃって、アイロン大やけどっていうか、なんかちょっと表現があれだからちょっとあんま深くは言わないんですけど、やけどはしてないけど皮膚がちょっとあれなっちゃって、めっちゃ水で冷やした、頑張って。結果別に綺麗に治ったからよかったんですけど、あの普通の洗濯とかさ、やるアイロンの方ね、危ねーってなったでも私あの給食食べてた時のあれなんですけど、ランチョンマットとかにあのアイロンしてから布の匂い嗅ぐとめっちゃいい匂いする。なんかアイロンした後の布の匂いが好きなんかいい匂いしない？目を閉じてまつげ見せていただけますか？正面だと多分わかんないよ、ね、見える？わかんない、どうなんだろう分かった？のんちゃんが落としたのは白のヘニョリンです
時私も炭酸飲まないようにしてる。うん、一つ結びです。一生子供なのでオレンジジュースしか飲めない。やだってオレンジジュース美味しいよ。チロリンさん金のハートありがとうございます。1センチはあると思う。だってわかんない、私まつげの長さ測ったことない。すごい星になったね。めっちゃ星なってる匂いダメなんだ。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。金のヘニョリン欲しい。だってわかんない、マスカラしたからっていうのもあるかも。ん？いや私普通に目薬させますよ。逆にコンタクトたまに入れにくい時あるかも、まつげが邪魔してきて。オレンジジュースは 100% を少し水で割ると美味しい。それ 100% じゃなくていいやんみんなでキキオレンジジュースやろう。絶対に当てられない自信しかない吉海さん金のハートじゃないです。だるまありがとうございます。みかん好きすぎて手の裏やばかった。なんか黄色くなるよねマスカラしたんだけどそんなに触っても大丈夫？マスカラ私あのあれなんですよ、あのヒロインメイクとかあとお湯でオフできるやつ使ってるから基本なんかあんま落ちないやつです。リムーバーしてもあんま落ちてくれない。 97% ぐらいがいいのよ。だってのかちゃん金のだるまありがとうございます。キャビンメイさん金のだるまありがとうございます。レモンジュースか。私レモンジュースも絶対わからない。何なら分かるんだろう。中地さんハートありがとうございます。ジロリンさん金のタコありがとうございます。今日ねなんか会場向かってる時に風に押されてるハトがいたの。なんかもう 歩こうとしてんだけど前に横に風が来てたからハトの向けに対してこうやってなんか押されてるの。あ、鳩が押されてるって思いながら見てたら私の帽子が吹っ飛ばされて、あ、もう鳩見れないやって思いながら追っかけてた帽子。あ、私の帽子って思いながら帽子取ってきました。そう、なんか変なとこに飛ばされなくてよかった。ツインテールはあの前回の同じお話し会でやってます。ルプーさん金のだるまありがとうございます。あの時助けてもらった鳩です。助けてはないですかね見守ってました。そう、お話し会にヘニョリン持ってきました。ヘニョリンとヘニョコジロニンですそう、なんかね風強かったよね。一押し君、金のだるまありがとうございます。帽子を追いかける少女、高めのツインはちょっとしばらくやりたくないなそう、結構すぐ帽子は取り戻せました。はずあきさん金のハートありがとうございます。遅刻してたからキャッチできなかった。だってイエナ研究所では絶対やりませんそう、昨日だ今日と明日で変えようかなって思ってます。お楽しみに。我が家の洗濯物が飛びました。飛ぶよね。なんで？恥ずかしいから
お話し会で高めのツインテールで猫耳をやった理由が、どうしても完売がしたくて、もう何でもやりますって言って決めてやったやつだから、そうやりたくないですも飛びそうに、だって、あー待って髪の毛ってそうだから、またなんかそういう特別な私が決心をする機会があったらやろうかなと思いますやります。そしたらあののんちゃんの頑張りが今日につながったんよ。だとしたらすごい良かった。そう、なんか劇場で気になりましたとか、なんかすごい、なんか言ってもらえるの嬉しいよね。それってズラ？ズラじゃないです。チゲです。可愛いスタイル。なんかね、なんだろう、めっちゃ可愛い系統も得意じゃないし、セクシー系統も得意じゃないんですよね。そう、制服着てきてくれた人いました。嬉しい。劇場公演おのちゃんスタイルに惚れた。なんかスタイルすごい褒めてくれる。学ランで来てる人いましたねいましたね、いましたよ。可愛いタイプです。でも背が高くて比率もいいから、それがどんでん返し。ん、どういうことだいいってことそう、しかもなんかあれなんですよ、あの制服で来てくれてる人がに、あの2人連続できたんですよトントンって来て面白かった。のんちゃんの勝ちです。制服着ればよかった。期限切れ期限切れじゃない、まだ全然着るよ。やる気が大事。やる前からダメだって決めるなっていう人がいるからさあ、ブレザータイプだった。二つ横のレーンからのんちゃん観察してたよ。なんで二つ横なのよ。蔵之介さん金のハートありがとうございます。明日も対面お話しからけど13日意識するわ。ここ横レーン、あ、ほんと楽しみですね。反転魅力って言ったのにね、個性豊かでした。今日は笑わせれなかったな。反省しないで。デートしたいです。デートプランによります。私も個性があれば。だって。あやいさん、ハートありがとうございます。このタイプのハート可愛いよね。ね、わざわざ翻訳してコメントしてくれてありがとうございます。ボタンが全部残っている学ランを着ていたい。逆にないままさ、俺めっちゃモテモテだったんだよ学生時代ってやられたら、私あ、そうなのかってなっちゃいそう。あ、ハーターさんだったのか。のんちゃんの制服がめっちゃ新学校っぽくてたまげた頑張りました。昨日もここで本当かって言われた気がするけど、どうか
個性ないと苦労しますよ、ほんと。しまったで遅れただって。どうも。明日って私何部だ？4ぐらい？明日会えるのが楽しみすぎて寝られない。寝てください。私と会った時にシャットダウンしないでね。あ、のんちゃん睡魔が。もう一回言います。絶対結婚します。やめなさい。18歳まで待ってください。健康第一や、やけのんちゃん頑張った、えらい。なんかめっちゃ褒めてくれるじゃん、ありがとうございます。私は会えないので普通に寝ます。強行突破しよう。単乱と、なんか分かんない、なんか反乱が普通ので、長いやつがなんかヤンキーが着てるイメージがあるやつかな。違う。違う。まみたちゃん金のハートありがとうございます。五分か、じゃあ今日と一緒か。ねえ、で寝るのは史上初だね。なんじゃおーつって。のぞみ両目が違うのが本人は好きですか？私の目の大きさってこと？嫌いです。そう、でもなんか最近なんでだろうって考えて謎が解けてきたから、そういう意味ではなんだろう前より知識が増えたなって思う。そう、こっちが一重だし涙袋が元があんまないんだけど、それの理由がなんか分かってすっきりした。まあだからといって直せないんだけどね。だからもうこの目と付き合っていきます。お、めっちゃ揺らしちゃった。1部から8部までやりたいよ。のんちゃんが18歳になるのが楽しみすぎて寝られない。あと3年寝れないよ、まみたちゃん。そしたら3年寝れなくなっちゃう。ハータン先輩と結婚する、だって。いいよって言ってもらえた。お、結婚しますか？しないよ。おしゃれな服選んでくれてありがとう。いえいえ、いえいえ。のんちゃん、ドラ明けの拳の正義の衣装絶対に読んで。そう、あれ着てみたいの。着てみたいですね。私、ああいう服を着てみたいの、人生で一回。でも私がドラ明けに出ることはあるのか。長乱か。のんちゃんに会えたので思い残すことなくぐっすり眠れそう。いっぱいだな、ほんと。みんな多分ね、思った以上に疲れてるよ。だからいっぱい寝てください。長蘭が上着長いのでボタンはズボンが太い。んー、ボンタン？ボンタンってどこだ？んー、俺は好き、100回目。もう一応言うよね。ワイは好きです、唐突。ウィンクのしすぎ、いや生まれつきです。確かに右目で私ウィンクできるけど、左目できないんですけど、多分そういう問題じゃないと。生まれつきです、ほんと。このそばかす同様、生まれつきです。
のんちゃんが可愛すぎて言いたいこと全部飛んだよでもあるよねそういうの、わかるよ。私も飛ぶことあるよ。あれって、私は何が言いたかったんだってなることある。明日はおしましできるアピールをしましょう、します。おしましでいっぱい来てねハートって3年、私今15なのであと3年です。明日はなんとのんちゃんはおしましを。のんちゃんからしたら大人ってどんなイメージ？なんかそれ難しいよね、ほんと。大人のなんかあれがわかんない。なんか大人って言ったら前までは20歳以上の人のことって思ってたんだけど、ぶっちゃけ20歳以上になってもさ、子供っぽい人は子供っぽいじゃん、良くも悪くも。そうだからな、大人ってなんだろうと思って。でもなんだろう、大人はどんなイメージ、なんか人によるかない本当人によると思う。なんかいい人もいれば本当に悪い人もいる。いや子供もそうだけど、それ言ったらなんだろう、東京は特に大きく分かれてんじゃないかなって思う私はのんちゃんを孫にしたいかなって。孫かお声で思うので初期率でもかった。そしてエリちゃんの初期短パン多すぎ。そう、短パン今年は履かないって言われた、エリちゃんにそう、なんか私この前ホテちゃんとネモハモルーマーの練習一緒にしようってなった時に、そうたまたま見てたんですよ。そう、あとあの17期のマネージャーさんたちと見てたんですよ。ホテちゃんのここがすごくて本人が一番爆笑してたんですよ。待ってこれやばいっつって、でマネージャーさんに見せたら、これ誰って指さしてたら、それ私ですってホテちゃんが言ってマジおもろかった。テレ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 のさ、カノンでこうやってやっていくところが最初の方の、あれがひどかったし、なんか迷子いるしなんかみんななんか動きがさ、何暴れてるっていうのなんかにぎやかだったよね、最近の大声ダイヤモンドに比べたら。なんかちょっと動くだけのはずなのにめっちゃ大げさみたいな。怖すぎて本人には求婚してませんだって。あれはセクシーだよ。でもちょっと着てみたい。そっか、今日風強かったね。タンさん、金のハートありがとうございます。誰のことを言ってるんだろうかってでもなんかあれですね、本当にあのね、時と場合によるのよ。ブラックコーヒー飲めたら大人、子供でも飲める人は飲めるよ のんちゃんはあんま短パン履かないですね。そうだからなんか最初めっちゃひどかったねってホテちゃんと爆笑した後にネモハモの練習してたそう、私たちそう考えたら上手くなったよって。だって私たちお披露目あれなんですよ、ダンスのレッスンしてから3週間ぐらいでお披露目だったんですよ。3週間で、はいじゃあやりましょうってなったら、まあああなるよねしかもあれ結構最初のレッスンでしょ。あれはひどかったよ。かずあきさん、金のハートありがとうございます。のんちゃん最後だけパシッと決めに行ったでも木曜日のイベントで初めてのんちゃんも高校生になったなと感じた。そう、私も感じた。なんかさ、そのんちゃんこの時間まで行っていいのって結構いろんな人に言われたんですよ。結構いっぱい言われた。もう私高校生だよって言って言ってましたね。のんちゃん私服イメージ、長いジャージにキティちゃんサンダル。そんなキティちゃんサンダル持ってないよ。長いジャージも持ってない。でも私基本ダボダボな服着てますね。
あのね、ぜひ劇場公演の練習中の動画も見てほしいもん。本当にひどいよ。そう、私最初ポジションに入ってないから人のこと言えないけど、なかなかのひどさだと思う。いろいろ試そうと思います。韓国で比率がいいというのは日本でスタイルがい いということと似たような意味なのようだ。合ってるのかな。合ってると思う、多分。そう、波動もできる。もうやりませんけど、ロングスカートとズボンが多いですね。こんばんは。ビフォーアフターすごかった。でしょでしょでしょ。なんちゃんは比率がいいもんね。私も比率がいいと思ってたんだよ。だって斉藤まげたさん、金のハートありがとうございます。ズボンはスキニージーンズ。私あんまズボンの種類わからない。のんちゃんの2倍くらい質量あるけど風で飛ばされそうになるから今日は風が強い。そう、風強いよ。ほんとミニスカート履かなくはないですけど基本履かないですね。そう、1年であそこまで人は成長するんです。すごいよね。うんうんうん。いや、スキニージーンズ持ってるかも。でも昨日衣替えしてしまっちゃった。最近のハートありがとうございます。なんだろう、前ほどボロボロではなくなった。覚えるの早いかは分からないけど、早いか遅いかは正直なんかダンスの動きのメリハリとかで変わってきちゃうから。私はなんか動きがふわってしてるやつよりかは、なんだろう、キリッてしてたやつの方が得意かもしれない、覚えるのは。そう、フェイントのターンはあのオンデマンドで愛ちゃんのターン見て頑張って覚えました。愛ちゃん見てフェイントは勉強してます。ノーウェーマンむずいって。あれはなんかネモハモとかとはまた違う種類のむずいじゃん。先輩メンバーに教わると早手聞く。あれ、そう、そんなこと言ったっけ。でもひななさんにネモハモルーム教えていただいた時はめっちゃ早かった。そう、なんかすごい丁寧に教えてくださるんですよ。ありがたい。なんか前の AKB と今の AKB 見てて思うことは、なんか時代によってダンスのメリハリが違うんですよ。なんか平成は、なんだろう、今みたいに、なんだろう、結構メリハリしっかりっていうよりは結構ゆるくっていうのかな。なんか余韻が多いっていうのか、なんか言い方がわからないけど、なんかさ、違うよね、踊り方。時代を感じる。
が来るまでの表情と歌い方がめっちゃ良くなった。なんか春が来るまでやってて思ったことは、なんだろう、自分が生きていく中でいろんなことを経験すればしていくほど曲での表現力が上がるなって思いました。そう思いました。なんかさ、何もないよりかはさ、なんだろう、似たようなこと経験してる人の方がさ、曲の表現ってなんか想像しやすいし、なんか表情とか出しやすいじゃん。だからそう、経験って大事だなって思った。積み重ねですね、ほんと。のんちゃんの思いは春が来るまでは隠せない。もう来てます。もう来てます。ビンゴはめっちゃ元気に踊ってますね。いい曲だよね。お腹鳴っちゃった、食べたのに。そう、なんか通学路とかなんか結構そういう系のさ歌詞入ってるじゃん。あー学校って思いながらやってる。やってますね。春が来るまでの2番の朝が来るのところはどうしてもカメラで抜いてもらおうと毎回リハで映してくださいって目線を送ってる。本番はなんか映してもらえる時と違う時があるけど、そう、それであの映してほしいなってちょっと訴えてる。ひびんびんさん、金のタコありがとうございます。センボロに言うとビンゴの時にのんちゃん見えないよね。そりゃセンボロですもん。なんて素敵な世界に生まれたのだろう。もう表情がめちゃくちゃいい。よかった。196日あと4日で200だ。イエーイ。やったやった。やば。はじめまして、まやさん、初見ありがとうございます。やばい、こんなペットボトル振り回してた。それだけ自信があるんですね。だっていや、そういうわけではないと思うけど、私はセンボロでタタレ見たことはありません。うん、確かにないかもしれない、言われてみれば。うまくか、うまくだって上手いくかセンボロいくか迷うけど、結局センボロいっちゃう。いい判断だと思う。実は制服が邪魔するのも絶品。本当？水曜日の朝は15分で終わりにしましょう。せっかく200日なのに。ね。最前に座れるなら神手。確かに最前座りたいよね。石上さん、金のだるまありがとうございます。記念日案件あっさりを、そう、なんか結構入るよね。誕生日の時はなかったけど、100日目の時あれお仕事あったしね。どうなるんでしょうね。これ読めるから私それ読めない。ふふふ。腰痛いから立ち見しんどい。なんか言ったらさ確保できないのかな。なんか特別見える席を優先するか、あの運に任せて、とりあえず腰が痛いからもう立つのしんどいって人はもうちょっと見えづらい場所でもいいから座れるところを探すかっていう方法もあるのかな。どうやったら最善座れますか。運の問題です。クククか、フフフじゃなかった、クククだった。アクスタ予約終わってよ。電子コップ、電子類コップ、すごい、ありがとうございます。
100日はのんちゃんが100日の思い出を振り返ります。え、なんだろう、なんかありすぎてもう分かんないよね、正直な話して。ちょっと分かんないですね。いい年なので立ち見はつらい。なんかスタッフさんに言ったらなんか余裕ゆったりできないかな、どうなんでしょう。そう、私もなんかずっと立ってるの結構しんどくて、そう、なんか立ち見だとしてもできたらちょっと寄りかかれる壁側とかが良くて、そう、立ち見だとしたらなんかそんな感じで工夫するしかないですね。もうそれかちょっと本当に相談して席取れませんかみたいな、一旦聞いてみたらいいと思う。一旦聞いてみてください。ね、言ってみてどうかっていうのをチャレンジしてみ、ダメだったら頑張って端っこを取ろう。101、私の誕生日の2日か3日後でした。27か28ぐらいかな、100日達成したのが。立ち見用カリス、カリミン、カリミン。やめとこう。100日の頃が懐かしいね。ね、なんかあの時はね、いろいろありましたね。紙、そう、紙や。紙すら読めなくなってしまった。ただれんでまだ一回も座れてない。え、嘘。そうかもしれない。言われてみれば。あ、待って。確かにそうかもね。次、座れるかもしれない。そう。信じよう、次を。次を信じて頑張ろう。仮眠するの？仮眠、いや、なんか立ち見用の仮眠室が欲しいって言ってたから。もう当たる気がしない。最初からそんな気持ちでいたら当たるもんも当たらないんだよ。金曜に座れることを願おう。入れなすぎてロビーでも入ったような気分になってる。なんかもうそこまで来るとさ、入れた時の嬉しさが桁違いだよね。生誕祭の時に私が、そう、私のお友達がお世話になりまして、そう、ずっと応援してくれてて、そう、なんか生誕祭誘ったんですよ。で、なんか結構時間ギリギリだったみたいで、話したかなこの話。そう、なんかすごい慌てて着いたらしいの、劇場に。そしたら、そんなに焦らないで、のんちゃんは逃げないよって言われたらしくて。そう、その話を聞いたとき私笑っちゃったもん。確かに私は逃げないねって。そのんちゃんは逃げないよって言われたらしくて、私のリア友がお世話になりました。マジおもろかった。なんかワードセンス面白いよね。のんちゃんは逃げないよって。朝はのんはよ、朝はおはのんで、昼はのんにちは、夜はのんばんはです。ねえ、カーミン、こっち向いて。カーミン。ロビー館のロビームニー配信、カメラにだいぶ、へえ、そうなんだ。劇場とロビーは近くて遠いね。どっち？右足の速いのんちゃんは嫌だ。わかんない、私右足そんな速くない気がする。おはのんです。朝は
おはのーだから。でも私がおはのーしてるときは大体あれですね、朝テンションです。おはようございますってずっとやってるいや、あのちゃんとやれよって思いはするんだけど、あの気持ちと体が追いつかないっていうの、気持ちと脳と頭が追いつかない、ん、気持ちと脳と体が追いつきません脳様無事でよかったよ、明日よろしくね、よろしくお願いします脳様寝るときはおやすみなさい親の音とかじゃない、あれがまたいいよ。え、よくないよあんなのやだよ、絶対に嫌だ、嫌です。おいしょい、なんかもうめっちゃ後ついちゃった、結びの胃結びとんだボケ、絶対にみんな今の何言ってんのってなりましたね。人を戸惑わせるプロかもしれないめっちゃ後ついちゃった。絶対に優勝しような、劇場で優勝はしないでね朝配信の時は起きて私って言ってるイメージしかない、起きろ起きろってねわしのすなさん金のハートありがとうございます。ライブ行こうか迷ってます、来てほしい。内容もう聞きました、夜公演で自己紹介の後にノンバンワーって叫びたい、ぜひじゃあ次来た時叫んでください何を思ったのか着ぐるみ着てお話し会の会場に来ました。着ぐるみ着たの熱くない、大丈夫、喉が着ぐるみ熱くない、うー、アイコンとオタクの顔あれみたいな、ヤッピーのんちゃん見てる、見てない岡が続く都道府県は、福岡でもこの時点でアホだよね、よくない岡山、あとなんだろう、ある、な、な、何個ある、2つ言った分かんなくない、福岡、岡山、岡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 村さん誰、岡村さん、カベリーさん都道府県じゃなくなってくる、私和太鼓叩かないですね、早く顔覚えられなきゃと思ってる。じゃあ次、まず明日、明日来るなら着ぐるみ着てきましょう和之さんも行きましょう。コメント見ないで何見て話を、え、めっちゃ私コメント見てるんだけど、コメントしか見てないよ、なんだあ、着ぐるみ失敗した、暑すぎ、サウナスーツだ、やだー暑いよ絶対、熱中症ならないでね。福岡はあるけど岡山はないですね。あ、静岡、ほんとだ、静岡か、確かに言われてみれば本当だ、他ある、もうない、そういじゃん、静岡もだ、言われたら案外出てこないもんですね。着ぐるみはちょっとだって、着ぐるみはやめた方がいいわ、暑すぎだって半袖の上に、あ、まあまあそれならまだね、
I'm from なんかまたまただな。毎回私のところに I'm from インドネシアって言ってくる。本当にインドネシアなのか疑惑が最近出てますけど、本当かな。静岡県民が触れてるな。のんちゃん、なんで分かってくれなかったのって。明日怒られますねきっと。のんばんは、久しぶり久しぶり。熱中症ゆっくり行ってみてとお願いしても。熱中症可愛げのないアイドルですね。可愛げのないアイドル熱中症。静岡のファン減ったかもなって。やだ、減らないで、もう覚えたからインドネシア英語っぽく読んでみて。なんかただのアホが出るだけだから絶対に嫌だ岡健さん、金のハートありがとうございます。ドラえもんみたい。熱中症、あ、絶対だったただ私が声変にしただけだった。ダメでした。映像倉庫のバイキンマン思い出した。バイキンマンだっけ、なんだっけ、なんかの真似してひどすぎて笑われたの思い出したそう、私普段モノマネなんかしないからできないよと思って。何やったんだっけな、忘れたけど、それでなんかねめっちゃ苦笑いされたそう、韓国語はできない。アニョハセヨーとサランヘイヨーと、あとなんだっけ、あの美味しいマシソヨーしか言えないドラえもん道具出してよ。テレレテテテテ、のんちゃん食べかけのじゃがりこ食べかけっていうかもう食べ終わってますけど。事故った、だってこんばんは。本数は少なくても発音はすごい。あ、ほんとクククだって。じゃがりこの抜き殻韓国コスメのブランド、私なんかどこのコスメかわからないで使ってる。クリオが韓国なのはわかってるけど、他はどうなんでしょうね。なんかあんま韓国、日本、中国とかなんかあんま気にしないで買ってるから私わかんないあんまわかんないんだよね。マニアが欲しがるよそれだって欲しがるの。それだけ言えたら生きていける。なんかあったら、ああ、うんうんうんつってあって「ドラえもん草」だって「Say hi for you fans from インドネシア」。なんかめっちゃインドネシアを強調してくるね。なんちゃんはインドネシアでも人気ですだって。やったね。ミシャ、あ、ミシャ、あ、ミシャって韓国なんだ。イニスフリーはしてたけど、じゃあ持ってるわ。ミシャ持ってる。ちょっと配車が持ってる。私が最初に買ったファンデーションだった。でも最近もう液がほぼなくて使ってないミシャって韓国だったんだ。あ、本当だ、韓国って書いてある。書いてあったわ。あと、ナナさんにもらったこれも韓国だってことがわかる。これ。これも韓国だよね、確か。岡田ナナさんにもらったやつ。タンプレで愛用してます。これも韓国？あとこれも韓国だよね、クリオ。あと何が韓国なんだろう。デジャビは日本？
ヘビーローテーションは？キャンメイクは日本じゃん。無印も日本じゃん。じゃあ私多分そんぐらいかな、持ってるとしたら。言うて持ってないかも。韓国なの？コリアは知らなかった。なんちゃんめちゃくちゃ可愛くなってる。ありがとうございます。可愛くなりました。自分で言うなよってね。斉藤マゲタさん、ハートありがとうございます。9時までやっちゃうよ今日は。でもだからあれですね、55分にランキングを読みます。今のダジャレでは分かった。クリオも、ん？あれだよ、クリアでしょ英語で韓国。なんか そんな感じのあれ、ダジャレ。普段使い用のメイク配信は日本ブランドでいい。なんだろう、私なんかとりあえず使いたいのを使ってるだけだからあんま気にしないんだよね。原産地っていうか。イズミンレーンのまま突破しました。だってのんちゃんやる。1年で人間ここまで変わりますっていうのを証明できたのではないかなと思ってます。すごい分かってたんや。だってコリアとコリアンをかけたんだけど、ごめんそれは分からなかった。ちょっとごめんなさい、分からなかった。見て、私多分ね次これも破壊するんですよ。破壊予備具、ここにあの見えてるじゃん、あの底が。だから多分ここからまたあのひびが入っていって、あの粉砕チークのようにきっとなりますね。あでもこれの場合あれかな、あでもこれもブラシか、これも多分ね割れる。なんならここがだって欠けたんだもん、欠けました。だからこれもいつか欠けますね。破壊神は破壊予定もできるんだね。だってそう、私も着ぐるみコスプレでやりたかったんだけど、絶対夏にやるものじゃないと思って夏は諦めた。だから冬やりたいなって思って。あとこれそうだよね、ペリペラ。ペリペラは韓国じゃない？違う？ペリペラは韓国だよね。あとじゃあ私ペリペラ持ってる。そう、破壊っていうか ちゃんと使ってるってことや。そう、愛用してるの私。あとシェーディングも破壊予備軍ですね。あの割れそう、底見えしてるから危ない。危ないのがいっぱいあります。あとなんだろうね、そこ見え、そこ見えはそんなないか。そして例の粉砕チークです。なんかでもなんか捨てらんないんですよね。なんか使えなくはないからそう。うわー爪についた。使えなくはないからなんかどうしましょうっていう感じ。いや変えた方がいいのは分かってるんですけど、そこが見えてると私なんかそこから割れちゃうんだよね。扱いが悪い。おいしょ、ティッシュ。ティッシュポリー。オッケー。一人でやってるの。悲しい。一人でティッシュプリーズとか言ってるの。で、はい、チーク入れまして、あとあれか、ロム&も韓国か。去年にもらったやつめっちゃ指紋ついてるけど。ロム&も韓国だよね。なるほどなるほど。アテンションプリーズだって。ノーアテンション。お
し。あれがないの。あった。さらっと片付けを始める人。なんか私初期ブラシ持ってなかったんですよ、メイクの。なんか付属で差ついてるやつがあるし、それでいいかなって思ってたから。でもあったらね、楽だね。人生変わるよ。オッケー。またシュチュワーです。な、何シュチュワー。服？コスメ？今日気持ちいいことある。テンションがすごく高い。わかんない。多分あのお話し会のアドレナリンのままのテンションでやってます。それですね。人生変わっちゃうのかなって。ブラシで人生が変わる女のんちゃん。やしおみさん、金のだるまありがとうございます。今の子はシチューワーですすら知らんのか。わかんない。私が知らないだけだと思う。何それ、ちょっと教えて。わかんない。私服のブランドだったらなおさらわからない。 CA やね。あー、そういうことね。そういうワード、そういうことか。そういうことね。簡単に言ってよ。簡単に言ってよ。キャビンアテンダントね。そういうことね。シチューワーですって言い方は初めて聞いた。そういう言い方するんだ。今はキャビン、あー、そういうことね。なんか言い方が時代で違うのね。そりゃあ追いつけないわけだ。やっぱり Y 世代はのんちゃんと仲良くなれないのかな。言語の壁はあるかもしれない。まだあのカップルをアベックって呼ぶタイプですか。逆を言えば私それしかわからない。ジェネレーションギャップですね。そうですね。ジェネギャだ。今のは煽りかな。違うよ。ジェネギャ、ジェネギャ。アベックは相当昔だよ。だってカップルはつがいって、つがい、つがいっていうの初めて聞いた。それもつが、なんでつがい、つがいなんだ。わかんない、つながりが。なんかあの、うん、古いやつでした。言語のやつ。スッチーがデフォ。なんか日本語ってほんと難しいね。なんか時代によって変わってくよ、ほんと。おとそは知ってる。わかんない。私がおバカなだけなのか、私年代の人は大体わからないのか、どっちなのかわからない。どうなんですか。待って、私が知識がないだけなのか、本当にみんな私世代はわからないのか、どっちなんだろう。わかんない。つがい2匹だから、カップルは2人だから、そういうこと。ギコ猫もわかんない、うん、マジ私あのそういう言い方だとね、アベックしか覚えてないのよ、謎に。やばい。足つりそう。あるよね。私この前足つってあれだったよ。あーってなってた。いや、勉強ができないだけで頭は悪くないけど。だってのんちゃんが普通です。だってよかった。のんちゃんが普通だった。多分年代だと思うよ。だってのんちゃんテレカ使ったことないと思う。私足つった瞬間、早く治れ早く治れって思いながら、トントントンって足ずっとやってる。
ココの中で一番難しいは何の段？なんかわかんない。なんかさ、冷静にやったら普通に答えられるから、なんかどれが難しいとかあんまないかも。私なんか急に言われたら多分私何の段でも一瞬あってなっちゃうし、なんか特別この段苦手みたいなのはない気がする。自分は走ってたら最上に情けない悲鳴あげるよ。私友達とゲームしてる時に走ってやばい足つった痛い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 ってずっと言ってた。そう、友達ずっと私が痛がってる音声が通話越しで聞こえるっていう。待って足つったって、そうずっと痛がってました。無理無理無理っつって。そう、なんか膝裏に来て痛みが動かない痛みって、なんかそう痛みがお散歩しだして私の足をなんか膝裏に来て痛いと思って。待って本当に無理本当に無理ってずっと言ってた。なんか剣道やってる時からなんか釣るようになりました。結構足使うから。二段は普通じゃんだって。五の段も簡単。なんちゃんの中で一番難しい言葉は？わかんない、ありすぎてわからない。2816、明日のお話し会ない言葉、スチュワーです。絶対忘れてる気がする。やばい、リアルタイムで失礼そう。頑張れ、耐えるんだ。明日お話し会でのんちゃんキュンキュンだよと言うと、のんちゃんが苦笑いしてくれます。苦笑いで終わるかね。ありがとう、バイバイってなるかもしれない。私も剣道して、あ、ほんと？私、公衆電話見たことあるけど、使ったことはないですね。波動で真後ろを向くと太ももつる。私、波動ではつらなかったの。私、なんか、腕が痛かった。オッケー、キュンキュンだよって言ってみるわ、だって。ありがとう。こんにちはって始まるよ、次の人。でも本当は相当嬉しいんだよね。ちょっと何言ってるんだか。わからないなぁ。剣道は正座のせいで足しびれる。私なんか正座する時間よりも、竹刀振ってる時間の方が苦痛だったから、正座してる時間の方が好きだったかもしれない。のんちゃんの可愛さを、なんて読むんだ？そう、ヘニョリンをね、褒め出すから。バイバイって言われたら残った剣をしましります。あ、ダメだ、じゃあバイバイって言っちゃダメだ。めっちゃ心にもないが。バイバイ。こんにちは。話し会でこれ言ったら絶対笑顔になるよって一言ある？のんちゃんこれきっかけで好きになりました。のんちゃんが一番好きです。のんちゃんが一番の推しです。単純。告白してハートを割られた時以来の塩対応。褒めるか。しないは簡単に、いや、なんか触れる触れないの問題じゃないの、触る回数の問題なの。私のところはおかしかった絶対。切り返し50本って何って、そう話なんですよ。わかんない、他のところもやってるのかな。でも絶対に他のところではやらなかったから、私のがこうだけな気がする。切り返し30本と50本あって、なんかわかんない、なんか他の学校でもあったのかもしれないけど、まあ、それだけならまだしも切り返し100本だと思って、100本なんかやりたくないよと思って。そう、頭を使いましたね。30たす50はなかなかだって。
めっちゃ盛りだくさんな要求。漢字ごめん、褒めるですね。ギリダメでした。今日はのんちゃんのお話し会に初めて行ったけど、また話したくなった。またいっぱい話そうね。お待ちしてまーす。来るとき教えて。1000本は余裕だよ。あ、でも私あれ、ただの素振りを2022回やりました。2021回だっけ？やった気がする。で、後半の100本があれかな。早素振りにしたんだっけ？そう、なんか、イベントとかあって、なんかちゃんと稽古ができないときに、なんかその年の年数分振りましょうみたいな、年明け。なって、なんかそれで永遠に木刀で、重い木刀で振らされるんですよ。メン、メンって。で、部長は、あの、1、2ってやんなきゃだから、あ、絶対一番しんどいだろうなって思いながら、しない言ってた。そう。懐かしい。用事言われたので退出します。バイバーイ。私はちゃんと100本やったことないんですけど。一応ちょっとやってはないんですけど。ね。え、わかんない。私なんかショールームのあれ設定そんないじってないからフィルターあんまわかんないです。なんだろ、最初からフィルターが設定されてるならそれ使われてるし、されてないなら使ってないです。あのカウント飛び飛び熱、いやそれはちゃんとやってた。それで100分はさすがに、いやあったの、あったけど、なんか変に早いとあれこそバレるんですよ。あれはなんか律儀にやってたけど、切り返しはやってなかったね。そう、なんか量より質だよっていう話をみんなでしてて、そう、質を大事にした、量じゃなくて。そう、だから顧問がいない日は私たちメニュー勝手に変えてたんですよ。変えなかったとしても、あの辛いやつがの時に顧問が帰ってこないように、あの素早く終わらせるっていう。そう、なんか基本うちがあの最初のやつ終わった後、最初のなんかなんだろう、いろいろやった後に、そう、楽なの来るから、顧問が来る前に職員会議とかであの終わらせたくて、みんなめっちゃ早めに始めて稽古やってました。で、休憩時間もなんか5分短くしたり、なんかすぐ始めたりして、そう、なんとかやりくりしてました。でもたまにめっちゃ早かったり、もう終わってるのに追加で始まったりして、みんなで頑張ったのにねってなってた時もありましたね。懐かしい。肌のキメがすごいわかるから、フィルターないのが。キメがすごいってどういうこと？毛穴が見えるってこと？機械は私あんま詳しくないです。八戸さん、金じゃない、あの虹色の星ありがとうございます。これからパシフィコから家に帰るんで、バイバイ、気をつけてね。試合中ってあれじゃない、でもあのさ、先方と対称線以外は別にあの足あぐらでいいでしょ。そう、だからその時間が全てだよ。もう運動部あるあるでしょ。トミーさん、ハートありがとうございます。好きなハート。そう、ああいう時なんかみんな謎に団結力あるよね。そう、それでやってました。で、そう、うまくいったらよっしゃっつって。
やってましたね。懐かしい。もうみんなで早く早くっつってそうやってました。今だから話せることこれ顧問が見てたら滝山って言われそう見てませんように。わかんない、見てないか、見てないよねきっときめ細やかな質感がわかるって意味でした。まんちゃんの肌は綺麗だよ、そばかすあるけど朝練が一番嫌いだった。私朝練基本なかったです。なんか男子審査がある時しかなかった。あとはなんか朝すぎ、朝練っていうかなんかあれですね、夏休みとかなんかそういう時に、そう武道場だと暑いから体育館でやるために朝早めに起きてやるとか、そんぐらいだった。基本私のところ朝練はなかったです。いい部活だそこはホワイトな部活だなって思った。朝練は嫌だよ育ちがいいからそういうのわからない。だって剣道着まだ家にあります。まさん可愛い、ありがとうございます。逆に先生も中学生の時はそうだったと思うよ。そうみんなやるよね。そう今日はノンレーンに人が溢れてて泣くかと思ったです。最高だね。最初を知ってたからこそババちゃんは来るものがあるよねでも私今おでこにニキビありますよ。見せないけど、わかんない。でもなんか前髪セットしてる時とかに引っかいちゃって痛いんだよね。喉が強かった。私がなんか個別で強いっていうよりかは団体で強かったです。私はやりにくいって言われましたたなちゃん、金のだるまありがとうございます。前髪そんな上げないですね私。そう PCR 陰性でよかった。 PCR 検査3万ですとか言われてなんかびっくりしたもん。3万と思って。 PCR 検査って高いんだね。私ケータリング食べないで帰っちゃった。なんなら私あの私服に着替えられずそのまま帰ったもん。すぐそう帰らなきゃいけなくて。そう会社してますで段がってるよ。本当場所の問題なのかな。場所の問題もあるのかもしれない。じゃあわかんない、私の聞き間違いだったのかな、わかんないけど。そうなんか言われてんっていう、なんか高かったびっくりしました。そう事務所が出してくれました。そうなんか最初あの何あの PCR じゃない方でやる予定だったんだけど、そんななんかあれだったから、あ55分、でも一応やっておきましょうってなって、あ大丈夫です、あのマネージャーさんと言ったから、そう大丈夫ですわかんない、聞き間違いだったのかな。聞き間違いであってほしいですね。あわかんない、多分時間もあるかもしれない。あのなんか何時までに検査結果が出ますとかなんかそういうの付きだったから、それかもしれない。もしかしたら結構なんか今増えてるじゃん、だからなんかそういうのもあって多分その値段なのかな。鼻じゃなかった、こっちだったあとあとゴールデンウィークだからそれもあると思います。
レオタンさん、金のハートありがとうございます。というわけでランキングを読んでいきたいと思うよ。13位、まるさん、まるさんありがとうございます。12位が斉藤もげたさん、斉藤もげたさんありがとうございます。11位がくじいらさん、くじいらさんありがとうございます。10位がじわにさん、じわにさんありがとうございます。9位がおがけんさん、おがけんさんありがとうございます。8位がこかおいしいさん、こかおいしいさんありがとうございます。7位がれいれいさん、れいれいさんありがとうございます。6位が下川みらさん、下川みらさんありがとうございます。5位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。4位がネルプーさん、ネルプーさんありがとうございます。明日もよろしくお願いします。3位がムーさん、ムーさんありがとうございます。ムーさん2位がママちゃん、ママちゃんありがとうございます。おめでとう、ありがとうだってそして1位がケビンビンさん、ケビンビンさんありがとうございます。 Thank you、 ありがとうございます。というわけでみんな今日はちゃんと寝ましょう。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きって言ってください。いきます。ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました。バイバーイ。ビムスターさん、星じゃないスターで釣られちゃった。金のハートありがとうございます。バイバーイ、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。明日はおしましできるよバイバーイ、バイバーイ。バイバーイ。